有馬記念の勝ち馬、里のダイヤモンドのお父さん、ディープインパクトのウォーキング映像など136頭を収録。スタリオンズインジャパン2017、サラブレッド血統センターオンラインショップなどで大好評発売中です。はい、こんにちは、立東編集の、牟田です。今日は水上馬ね、取り上げたいと思いますけども、2レース選んでみました。2つともね、土曜日のレースなんですけども、まずね、阪神の8レース、3歳以上500万下のダート 1400m です。まあそこに出てますね、5番のハニージェイドという馬を、推奨したいって、まあ、書いたいと思います。まあダートに使うようになって、まああの未勝利ね、買ったわけなんですけども、まあ、前走昇級戦、ね、ちょっと休み明けで初めての 1000m ということもあってね、ちょっと前半ね、ポジションが思ったほど取れなかったんですけども、でも最後はね、すごくいい足使って惜しい2着、まあ、ダートでね、そこを見せてないですし、まあ、今回、未勝利勝ちした時と同じ阪神のダート 1400m ですのでね、まあ、多分流れに乗って競馬ができると思いますので、まあ、今度は多分なんとかなるんじゃないかなと思います。もう馬券的にはね、相手探しと見ていいと思いますね。でその、相手ですけども、まあ面白いのはね、1番の名将オルソという馬ですね。これはね、地方、まあ、園田に行って、まあ、3連勝してるんですけども、まあ、その3連勝の内容もね、まあ、非常に強かったですし、まあ、その段に行く前の成績を見てもね、十分500万でもやれる能力があったんで、まあ、いきなりからね、好勝負できるんじゃないかなと思います。まあ、相手の人はこれかなと、思っております。で、あとはね、9番の馬力。まあ、これも休み明けですけどもね、リフレッシュして仕上がり状態いいみたいなので、これも買います。あとはね、うちの方から行きますと、4番の北三シーザー、これはおそらく逃げるんじゃないかなと思いますね。これの逃げ残り、あと8番のリーサルストライク、これも力ある馬なので買っておきたいと思います。で、あと13番の賞賛グランド、まあこれちょっと当てにならないようなところもあるんですけどもね、貯めれば一足使えますんでね、これもまあ馬券的には抑えといた方がいいかなと思います。あと、昇級戦になりますけど、アバントっていう馬ね、14番のアバントっていう馬、この馬はね、多分まあ1007で小倉勝ちましたけど、1004でもね全然問題ないと思いますしね、そんなに差はないと思います。でこのハニージェイドから、これね、今取り上げた馬買えば大体いけると思いますんで、あとはまあオッズとかね、見ながら微調整しながら、ね、ハニージェイド軸だとまあそんなにすごい配当は出ないと思いますんでね、その辺見極めて買いたいと思います。でもう一頭、もう一つね、取り上げたいレースがね、明日の中山の11レース、シオンステークスです。これはね、まあ、秋華賞のトライアルで3着まで権利があるんですけども、ここに使う、ディアドラですね。ちょっと番号わからなかったんですけど、まあ、ディアドラはね、春はね、かなりおせおせで、クラシックをね、目指してたんですけど、まあ、桜花賞ではね、まあ、滑り込みギリ権利取って使えたんですが、まあ、この時6着でしたけども、最後はね、かなりいい足でしたしね、まあ、秋にこう繋がってくれればなと思ってました。で、まあ、オークスでもね、いい内容の4着でしたし、まあ、この秋はね、非常に期待してた馬なんですけども、前走がね、休み明けで札幌を使ったんですけども、まあ、この時はね、体重がね、マイナス12キロ。ちょっと心配したんですけども、男馬のね、の中でも結構強いラビエベールにね、まあ、競り勝ちまして、ね、秋が楽しみになるようなレースをしてくれました。で、まあ、体が減りすぎたのでね、ちょっと調整が難しかったんじゃないかなと思ってましたけども、まあ、結構ね、しっかり調整できているので、多分、体はね、戻ってるはずだと思います。まあ、やっぱり輸送もあるのでね、どれぐらいの体重かというところは、まあ、実際、パドックとかね、まあ、体重見て、気配見てというところは確認しないといけないんですけども、まあ、3歳牝馬、ね、同士のメンバーなら、まあ、かなり期待できるんじゃないかなと思います。で、弾みをつけて秋華賞行ってほしいなと思っている一頭です。で、
まあ、馬券的にはこれの相手探しということにしたいと思いますけども、その筆頭はね、ライジングリーズンですね。中山は3戦3勝。アネモネステークスの時はね、このライジングリーズンに負けてしまいましたけども、まあ、このライジングリーズンというのはね、もう中山だととにかく強いです。まあね、いつも大外ぶん回っても、差し切ってましたんでね、まあ、今回こっちの方が休み明けなんでね、まあ、ディアドラの方がやっぱり有利かなと思ってますけども、仕上がり自体はね、このライジングリーズン自体もいいのでね、ぜひ相手には勝ってみたいなと思います。でもう一度ね、注目すごくしているのはホーオーパヒュームですね。春のフローラステークスとオークスではね、まあ思ったほど走れなかったんですけど、この馬かなりポテンシャルはね、高いと思います。まあ立て直してどれぐらい良くなってるかなとこう、ね、注目してますけど、まあこの馬をここで構想できるようなら、週刊賞がね、面白くなってくるんじゃないかなと思います。まあこの2頭がね、大体本戦かなと思ってます。あとは、ポール・バンドル、ジッパー・レーン、で、カリビアン・ゴールド、でサロニカ、まあここら辺りまでね、馬券は押さえときたいと思います。まあ馬券の種類的にはね、まあ馬連と三連単の、まあディアドラが1着2着の馬券を買ってみようと思ってますね。秋競馬最初なんでね、しっかり当てたいなと思います。ありがとうございました。